あなたはブラック企業をご存知だろうか。ブラック企業とは長時間労働や残業代のお金を払わない。他に、絶対に無理だろ、っていう課題を押し付けてきたり、その企業の偉い人が新人に暴力やセクハラをやったり、もしくは悪口を言って肉体的、精神的に追い込まれたりと、こういう黒い部分がいっぱいあるのが世の中では、ブラック企業、と言います。今回はその、ブラック企業から生まれた名言、を元にわかりやすく茶番にしてみましたので、ぜひ楽しんでいってくださいね。さて、ここが今日から働くゆっくり商事株式会社か。長い長い就職活動を終えてなんとか正社員になったんだから。これからここで精一杯頑張るぞ。こうして新入社員の加藤は会社に足を運びました。ここがブラック企業とは知らずに。新入社員諸君、我がゆっくり商事にようこそ。ここではみんな真面目で働き者たちだからすぐに馴染むように。最初に研修とかはないのですか？は、そんなもんあるわけないだろ。それじゃあ早速書類を作ってもらうんだぜ。書類ってやり方が。早くやらんか。はい。ふふ、今度はどこまで使い潰してやろうかしら。ストーリーやゲーム実況に出さなかったことを公開させてやるんだぜ。序盤的に視力を出さないでよ。全然わからないんだけどどうしようか。そうだ、わからないことがあったら聞いたらいいんだよね。すいません、マリサ先輩、この仕事のやり方を教えてもらってもいいですか？そんなことでいちいち質問するな。じゃあ、とりあえず過去のデータを探しながら作ってみるか。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。ふう、なんとか形になったぞ。これであとはマリサ先輩に見せれば。マリサ先輩、資料が完成しました。確認お願いします。よし、見せてみろ。ふむふむ、何寝てばかりいるんだよ。出番また減らすよ。まったくうつむしめ、茶番劇の中でも変わらんな。神と会話してんじゃないわよ。どうですか？おい、なんだこの小学生が作ったような書類は。なんで勝手に進めたんだ。相談しろと言っただろ。本当にお前はダメなやつだな。言っておくが、お前みたいなやつの代わりなんてどこにでもいるんだからな。すいません。明日の朝までにこの資料を作り直せ。もちろん一からだ。でももう夜の10時です。バカか、お前は、10時間働いて成果がないんだから倍働くのは当たり前だろ。でも、明日休みだし。お前は休むために働くのか、食べるために働くのか、違うだろ。働くために休んで、働くために食べるんだろ。それに世の中には仕事がしたくてもできない奴だっているんだ。感謝の気持ちを持って仕事しな。はい。それじゃあ私は先に帰るから、しっかり終わらせとくんだぞ。お疲れ様です。そうそう、お前が遊んでる間にタイムカードを押しておいたからな。思う存分仕事しろよ。そんな。当たり前だろ、仕事できない奴に給料払ってやってるのに、まだそこから残業代を取るつもりか。すいません。それじゃあ戸締まりしておけよ。はぁ、これがブラック企業。人をゴミのように扱い、壊れたら捨てる。今この国ではブラック企業が多くあるのが現状です。世界的に知名度の高い会社でも油断はできません。あなたも頑張ってきた先がブラック企業だと頑張ってきた意味がわからなくなりますよね。だからこそ、ブラック企業を頑張ってなくしていけるようにしてほしいですね。よし、帰ったぞ。やっと帰ったか。俺たちが秘密警察だとは知らないで。ははは。よし、それじゃあ早速この会社、燃やしますかねー。道陰団員、油は撒いたか。いえさ、ここの会社警備代ケチってたおかげで仕事が楽でしたよ。要団員、証拠は押さえたか。いえさ、バッチリデータをゲットしましたよ。よし、燃やせー。これで日本のブラック企業が一つ減ったね。いやー、いいことした後は清々しい気分だぜ。ああ、そうだな。これからも日本のためにブラック企業をなくしていこうな。そういえば、道陰と要は僕が仕事している間何をさせられてたの？ドラえもん描いてた。屋上で寝てた。遊んでんじゃん？なんだよ、僕が苦しんでる間に何遊んでんだよ。俺働いたら負けだと思っているから。俺の人生誰にも邪魔させないで。ダメ人間だよ、ダメ人間の歌い文句だよ。さて、終わったことだし、帰ってゲームするか。それじゃあ俺も人生楽しんでくるぜ。問題は山積みだな。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。